サーディーカップ RTC のブーです。今日はお得情報とかじゃないんですが、 NHK 問題、 NHK をぶっ壊すって以前ちょこちょこやってましたが、ちょっと面白いものが届いたのでご紹介したいと思います。それはこちらです。会社宛てなんですが、重要っていうのが NHK さんが届きました。一体何が入っているんでしょう。こんな重要って煽られたんですが、特に NHK 関連の仕事我が社ではやってませんが、何が届いているんでしょうか。実は以前重要だったかは分かりませんが、 NHK から一回届いたことがあるんで、なんとなく中身は感づいてるんですが、ちょっとご紹介したいなと思って、こちら開けてみたいと思います。それではいざ開封です。こんなものが届きましたって、僕まだ見えてませんが、予想通りですね。こちらちょっと中身見ていきましょう。一緒の目線で見ながらご紹介したいので、この角度でいきます。こちらですね、放送受信料契約収納業務委託説明会のご案内、新規事業参入や事業拡大を検討されている企業様、現在 NHK では経営方針に沿った業務改革の一環として、放送受信料の契約、収納業務を民間業者様に委託する取り組みを積極的に進めています。受信料の契約取り立てをしろっていうものですね。それをあなたの会社もぜひ検討してみませんかっていうものです。説明会があるんですね。でも説明会の日程などは別途担当者よりご連絡申し上げますということで、いつあるのかはわからないようです。あったら NHK から国民を守る党の人が乗り込んでいきそうなんで、公表しないんでしょうか。そういうわけでもないですかね。この業務概要説明会の実施、1月27日から2月21日まで実施されております。希望の日時をご連絡ください。1時間程度です。説明会って書いてますが、おそらく個別に説明するんでしょうね。こういった内容になりますっていうのを、こちらがウェブの URL です。こういったパンフレットもあります。新規事業を始めてみませんか。公共放送を支える仕事、 NHK は災害放送をはじめとした大切なニュースを伝え、豊かで楽しい番組問題を定義する番組をお送りしています。社会安全と安心を守る放送は税金でもなく広告料でもなく視聴者の皆様からの受信料で成り立っています。皆様にお願いするのは、その受信料の制度を支える大切なお仕事です。こういった感じで訪問員の採用運用などもするっていうことですね。基本的にはこういった訪問活動などをするっていうのがメインだと思います。サポート体制などもしっかりされているようです。これが噂の名前なんでしたっけ、名前忘れましたけど、いろんな個人情報たっぷりのやつですよね。こういったものもあります。やられている会社さんご紹介されてますね。株式会社ウェッジさん、イベントキャンペーンを中心した人材派遣業から NHK 業務へシフトされているそうです。そしてこちらは公共事業を中心とした建設業から業務拡大をして NHK 業務を開始したそうです。練り、なんて読むんですかね、練馬かと思ったけど馬じゃないですね、連部建設か。こういった建設業者さんとかもやられているようです。初期投資や保証金などは不要です。業務に使用する携帯端末やパンフレットなどに関しましては無償でお貸しいたします。事業者様は在庫リスクを負わずに事業拡大が可能です。業務は何人からできますか、人数は問いません。少人数でも業務を返していただくことは可能です。ノルマありますか、エリア規模に応じた目標はありますが、目標の達成に向けては NHK が万全のサポートをいたします。委託費について具体的に知りたいです。実績に応じた単価委託費とマネージメントを行うための管理費で構成されていますっていうことです。メールで申し込みできるようですが、業務説明会に参加して企画提案書を提出するそうです。それで契約成立、無事受信料の契約収納業務委託が受けれます。もし検討されている方は一度訪問されてはいかがでしょうか。
ということで、こういったものが届きました。重要って書いてるんですけど、どこまで重要なんでしょうか。まあ、説明会するんで、NHK さんにとっては重要なのかもしれませんが、我が社にとってはただのダイレクトメールです。ある意味、はっきり言って迷惑です。こういった委託業者、NHK から国民を守る党の方が、いろいろ無茶な取り立てとかをしているのを追跡したりしていますが、実際に自分がこちらをやることによって、この NHK のシステムなどが変えれる、そんな大きなことで言ってもなかなか変えれないですよね。入り込むことで中身が分かっていくかもしれませんが、今のところ入る予定もありません。業務委託契約をするつもりもありません。 NHK についてはインターネットでの放送の配信なども始まるようですが、個人的には NHK を早く見たい人だけが見れる、そういったシステムをしっかりと構築して、インターネットでは受信料を払ってる人だけに ID、パスワードなどを発行する。詳しい内容を調べてませんが、そういった形でできるようなので、今地上波も実際には受信料を払ってない人は見れないようにするっていうこともできるって聞いてます。なのでぜひ早くそういったシステムをやってもらって、普通に民放だけは無料で見れるっていうようなことをしていただければなぁと個人的には本当に思っています。今テレビないですけど、テレビを置いても無料のテレビだけ見れるんであれば別に置いてもいいのかなと思ってますが、置くことで普段見ない NHK の受信料は払いたくありませんっていうのが僕の意思です。なので本当に最近テレビなし生活がずっと続いてて、困るのは僕の好きなスポーツ観戦ができないっていうことですね。本当に見たいときはスポーツバーなどに行って見ることもできるので、そこまでは困っていませんが、ぜひ見たい人だけしっかりお金を払って見れる NHK にしてください。ということで、ちょっとお得な情報っていうところには程遠いかもしれませんが、面白いものが届いたのでちょっとご紹介させていただきました。基本的にこちらのチャンネルではお得な情報をお伝えしながら、日々の生活、沖縄の情報などを交えて、沖縄でどうやってお得な情報を活用していくかっていうようなことをお伝えさせていただいてます。もしよかったチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。サーディーカップ。バイバーイ。